ナピーです。こんにちは、こんばんは。今日はね、ローソンさんの進化したバスチーがとっても気になってたんで買ってまいりましたね。その他にバスチーの他にスノーバスチー、スノーホボクリーム、こちらを3つ いただいてみたいと思います。はいはい、こちらですね。さらに濃厚になったっていうバスチーさんでございますね。どのくらい濃厚になったんでしょうね。楽しみですね。はい、こちらですね、スノーバスチープレミアム、プレミアム感満載ですね。そしてこっち、何でしょう、このおまんじゅうのようなスノーほぼクリームいちごミックスになっております。こちらをいただきたいと思います。で、その前にちょっといただきたいと思います。いつものいいですかね。相変わらず下手くそです。この合わないんですね、泡がね。じゃあちょっとこれで乾杯。はい、じゃあ次ね。はい、バスチーバスチーバスチッチー、これいただきたいと思います。あ、なんか剥がすときからなんか濃厚、あの前のやつよりも剥がしづらいぞ。これは大変だぞ。あ、カラメルはね、落ちてきた。これカラメルだよね。はい、ではでは、じゃく、綺麗な断面ね。これどうしようかな、こっちがいいかな。はい、こんな感じですね。ね、濃厚さ分かりますか、伝わりますか。伝わらないですよね。じゃあちょっと一口いただいてみます。あ、硬くなってる。あ、カラメル効いてるね。カラメルなんてね。あ、甘さもすごい引き立ってる。カラメルで甘さが引き立つんだわ。あ、ほんとだ、濃厚濃厚。じゃあ次は、雪やコンコン、あられやコンコン、降っても降っても、って降ってきちゃった。バスチーさんに雪が降ってきた。イエーイ。これふわふわなチーズクリームですよね、これね。すごいすごいすごい、乗っかってる。どうしてくれよ。この乗っかり具合、この乗っかり具合はちょっとお見せしたいですね、これね。乗っかり具合はまずこんな感じです。ウェーイ、すごい乗っかってますよね。いや、参ったな、これ。ちょっと待ってね、飲ましてね。いくぜ。おいいよ、あれよいしょ、あらどっこい。はい、こんな感じですね。一口いっちゃいますよ。見えました。はい、いただきます。甘っ。このふわふわのチーズクリーム、ふわふわだけじゃないですね。ねっとり感がある。甘い。あ、それでバスチーさんがこう
いるんだね、下にね。うん、もうあららら、どうしましょう。なんつったらいいのかな。濃厚な上に濃厚が重なっちゃったって感じですね。うん、いや、これはすごいわ。うん、ちょっとね、ちょっとアーモンドが、うん、入ってるのかな。サクサクのローストアーモンドが入ってる、入ってる、入ってる。ちょっと口に残る。うん、あ、これもいただけそう、いただけそう、大丈夫そう。あーあー、わあ、甘さのダブルパンチや。はい、次はスノーおぼっくりむ、うん、いきます。これね、ちょっと柔らかそうなんですよね。ここが、まあいいか。え、ちょっとここ柔らかそうなんでね。あ、ちょっと、あ、ぶちゅってぶちゅって、あらららららら、これフォークかな。うわ、切れろ。よしいくよ、にしょっと、ちょっとね、ちょこっとね、お見せしたいんでね。これちょっとね、落としていけないんで、お皿ごと、いきますね。こんな感じです。いちご見えますか。皮がね、なんか薄皮まんじゅうみたいな。あ、違うな、薄皮まんじゅうじゃないね、やっぱり白なのかな。うん、下がね、土台がね、結構切るのが大変だったから、土台がこうちゃんとしたものがあるのかな、ちゃんとした白になってるのかな。ね、いただいてみます。ね、ボンジュール、ボンソワール、ほぼクリーム、ちょっと切れません。どうしましょう。ほぼクリームが切れません。非常事態です。はい、いただきます。ほぼクリーム、くっついてきちゃったクリーム。よいしょ、いただきます。わあ、ほぼクリームっていうからすごく甘いのかな、どうしようかなって思ったんですけど、わ、甘さ控えめですね。うん、皮もね、美味しい。皮がね、ちょっと塩気があるのかな。あー、よかった。もうすごい甘くてどうしようかと思った。うん、あ、うん、いちごもいる、いる、いちごもいるよ。うん、うん、あ、ふわもち。うん、これもなんか初めての味わいですね。うん、クリームぎっしりでも食べられる、大丈夫。うん、あ、いちごの食感あるある。うん、あ、うん、これは下にミルククリームがあるのかな。ね、もう二段仕込みですね。カレーかっていう話でね。うん、これは三つ食べるのは楽しみだな。おいおい、いただく前にもう一杯飲んじゃいましょうかね。うん、じゃあ行くぞ、いただきます。ではでは、いただきます。いただいちゃうよ。もう前に飲まそう。いただきます。本当に すごい硬い。1015?
やべえよやべえよ。そんでビールでしょ。もう今日の夕飯1015か。気持ちね、気持ちザクザク。もっとさ、アーモンド入れてよ気持ちだよ、気持ちしかないな。チーズケーキですよ、チーズケーキそのもの。はあ、濃厚でした。でもね、カラメルもね、量が増えたのかな。ちょっとホッとするカラメルの味もあって、うん、これはまた売れんでしょうね、きっとね。食べてみてくださいね、一緒に味わいましょう。さあ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 、これ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 ね、カロリーがすごいカロリーだったんですけどね。ね、やっぱね、スノーバスティさんね、これだってふわ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 のチーズクリームって書いてあったけど、ふわふわじゃなかったですよ。結構ね、がっつりがっつりしてました。うん、濃厚なチーズケーキに濃厚なバスティが合体してできちゃったよって感じ。もう甘いもの好きにはたまらないです、これは。うん、そう、甘かった、美味しかった。甘くて、でも本当に本当に濃厚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 しか私の頭の中には残ってないですね。美味しかったです。でも、うん、これ1個だけこうちまちま食べたいですね。いっぺんに3個食べないでね。3個食べるとね、1000カロリー以上になっちゃいますからね。皆さんお気をつけ、遊ばせ。さあ次次次、これね、スノーほぼクリーム、これこれね、意外とね、ほぼクリームっていうから、なんかもうクリームばっかりでどうしようって思ってたんですけど、酸味もあって軽い感じの甘み、うん、そんなに 甘すぎず、なんでしょう、いちごのなんか入ってるんですよね、いちごのね、なんかがね、なんでしょうね、ちょっとこれのテレップに出るんじゃないですか、きっと。うん、でシュークリームのシューも、もっと薄っぺらいやつかなと思ったら、ちょっと感触のあるシューで、そこの方もシューが入ってて、うん、で、2段目にミルククリームが入ってるんですけど、本当にいいアクセントになって、これはもうペロッといけちゃいました。嘘じゃないですよ、本当に食べましたよ。はい、美味しかったです、これも。はい、ということで完食させていただきました。
ドーソンさん、ごちそうさまでした。皆さん、ご視聴ありがとうございました。待ってみてねー。